はい、おはようございます。今日ねこれ、流すクジラ、クジラの中でもね、この前上場したんですよ。だからセリ場でね、あのクジラがもう競られるようになって、そして、9月の4日がクジラの日に指定され、今ねそういう形では一応盛り上げようということになってますが、まあこれね、流すクジラっていうお飲みが入ったんですね。で、なかなか珍しいレベルの魚で、油のいろいろな部位があるんですが、こういう、なんていうのかな、本当の油、すごいですね。いやこのいい肉質、うん。まあこれね、究極の健康食って言われるぐらい、クジラをね、高カロリー、低タンパクで、素晴らしい。アスリートにとってはね、本当はアスリートなんかこういうのいいんですよ。ね。で、この、じゃあ白流しクジラってまあ有名でね、まあ世界最大の哺乳類なんですが、この次ぐらいにね、これでかいんですよ。流すクジラっていうね。これ流すクジラっていうのはクジラ科のね、流すクジラ属なんですけど、ちょっとややこしいんだけど、これがね、だいたい体長、成体で、だいたい47、8トンにまで成長するんですよ。ということはね、体長で言えば22、23メーターまで大きくなるんで、よく小学校でよく泳いでたのプールありますよね、プール。25メータープール。だから25メータープールに1頭入るだけなんですよ、1匹が。その大きさがこの流すクジラになります。で、じゃあこの流すクジラの、航行速度、海の中を航行するんだけども、これが最高でだいたい時速で言えば47、8キロ。だからまあ、車で言えば、そんなに速いスピードではないんだけど、それをスピードでずっと泳ぎ続けていける能力があります。まあ、凄まじい体力ですよね。で、こういう魚っていうのは、今からね、ずっと取れてくるんですが、まあ、今だいぶクジラが増えすぎちゃってね、いろんなところに影響してるんで、自然保護も必要ですけど、自然のバランスも必要なので、いろいろと、このクジラ業界も盛り上がってほしいと思います。これ刺身をすっごいうまいですよ。冗談抜きで。これはマジうまいです。それでは、また明日。以上です。